以外の場合、どんなものですか？あと、ブロガーのブログ収益ってどんなものですかってよく聞かれますね。ブログ収益の分布とか、ブログ収益の上げ方についてもご相談いただくんですけども、ブログ収益、もちろんですね、アドセンスのようにクリックされるだけで収入が上がるものはですね、アクセスを集めるっていうひたすらことになりますね。で、サイトアフィリエイトとかですね、メルマガ登録、メルマガアフィリエイトの場合はですね、必ずしもそのブログのアクセスに正比例しないと。より濃いですね、キーワードを選ぶってことですね。ブログのタイトルと見出しに必ず入れる必要があるんですけども、ライバルが弱くて、需要があるキーワードですね、必ず入れる。それによって、濃い、本当にそれで調べてきて、本当に興味がある人ですね、メルマガ、サイトアフィリエイトの制約とかですね、メルマガの登録につなげるってことができます。で、ブロガーもですね、いろんな方がいるんですけども、僕の知ってる限りですね、メルマガ出さないでかなり稼いでる人っていうのはいないですね。なので、必ずメルマガ出されるといいかなというふうにも、ブログは、集客装置としてってことですね。海外事業希望の方ですね。